あなたが出て敵と戦う際、あなたの神、主がそれをあなたの手に渡され、あなたがそれを捕虜としたとき、もし捕虜のうちに美しい女のあるのを見て、それを好み、妻にめとろうとするならば、その女をあなたの家に連れて帰らなければならない。女は髪を剃り、爪を切り、また捕虜の着物を脱ぎ捨てて、あなたの家におり、自分の父母のために一ヶ月の間嘆かなければならない。そして後、あなたは彼女のところに入って、その夫となり、彼女を妻とすることができる。その後、あなたがもし彼女を好まなくなったならば、彼女を自由にさらせなければならない。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女を恥ずかしめたのだから、彼女を奴隷のようにあしらってはならない。人が二人の妻を持ち、その一人は愛する者、一人は気に入らない者であって、その愛する者と気に入らない者の二人が、共に男の子を産み、もしその長子が気に入らない女の産んだものであるときは、その子たちに自分の財産を継がせるとき、気に入らない女の産んだ長子を差し置いて、愛する女の産んだ子を長子とすることはできない。必ずその気に入らない者の産んだ子が長子であることを認め、自分の財産を分けるときには、これに2倍の分け前を与えなければならない。これは自分の力の初めであって、長子の特権を持っているからである。もしわがままで手に負えない子があって、父の言葉にも母の言葉にも従わず、父母がこれを懲らしめても聞かないときは、その父母はこれを捕らえてその町の門に行き、町の長老たちの前に出し、町の長老たちに言わなければならない。私たちのこの子はわがままで手に負えません。私たちの言葉に従わず、身持ちが悪く大酒飲みです。その時、町の人は皆彼を石で打ち殺し、あなた方のうちから悪を除き去らなければならない。そうすればイスラエルは皆聞いて恐れるであろう。もし人が死にあたる罪を犯して殺され、あなたがそれを木の上にかけるときは、翌朝までその死体を木の上に留めておいてはならない。必ずそれをその日のうちに埋めなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。あなたの神、主が修行として賜る地を汚してはならない。あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、それを見捨てておいてはならない。必ずそれを兄弟のところへ連れて帰らなければならない。もしその兄弟が近くのものでなく、知らない人であるならば、それを自分の家に引いてきて、あなたのところに置き、その兄弟が訪ねてきたときに、それを彼に返さなければならない。あなたの兄弟のロバの場合も、そうしなければならない。着物の場合もそうしなければならない。またすべてあなたの兄弟の失ったものを見つけた場合もそうしなければならない。それを見捨てておくことはできない。あなたの兄弟のロバまたは牛が道に倒れているのを見て見捨てておいてはならない。必ずそれを助け起こさなければならない。女は男の着物を着てはならない。また、男は女の着物を着てはならない。あなたの神、主はそのようなことをする者を忌み嫌われるからである。もし、あなたが道で木の上、または地面に鳥の巣のあるのを見つけ、その中にひな、または卵があって、母鳥がそのひな、または卵を抱いているならば、母鳥とヒナを一緒に取ってはならない。必ず母鳥を去らせ、ただヒナだけを取らなければならない。そうすればあなたは幸いを得、長く生きながらえることができるであろう。
新しい家を建てるときは屋根に欄干を設けなければならない。それは人が屋根から落ちて血の戸をあなたの家に返すことのないようにするためである。ブドウ畑に2種の種を混ぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種から産するものもブドウ畑から出るものも皆忌むべきものとなるであろう。牛とロバとを組み合わせて耕してはならない。羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着てはならない。身にまとう上着の四隅に房をつけなければならない。もし人が妻をめとり、妻のところに入って後、その女を嫌い、私はこの女をめとって近づいたとき、彼女に処女の証拠を見なかった、と言って虚偽の非難を持って、その女に悪名を負わせるならば、その女の父と母は彼女の処女の証拠を取って、門による町の長老たちに差し出し、そして彼女の父は長老たちに言わなければならない。私はこの人に娘を与えて妻にさせましたが、この人は娘を嫌い。虚偽の非難をもって、私はあなたの娘に処女の証拠を見なかったと言います。しかし、これが私の娘の処女の証拠です。と言って、その父母は、かの布を町の長老たちの前に広げなければならない。その時町の長老たちはその人を捕らえて打ち殺し、また銀百シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである。彼はその女を妻とし、一生その女を出すことはできない。しかし、この非難が真実であって、その女に処女の証拠が見られないときは、その女を父の家の入り口に引き出し、町の人々は彼女を石で打ち殺さなければならない。彼女は父の家でみだらなことを行い、イスラエルのうちに愚かなことをしたからである。あなたはこうして、あなた方のうちから悪を除き去らなければならない。もし夫のある女と寝ている男を見つけたならば、その女と寝た男およびその女を一緒に殺し、こうしてイスラエルのうちから悪を除き去らなければならない。もし処女である女が人と婚約した後、他の男が町のうちでその女に会い、これを犯したならば、あなた方はその二人を町の門に引き出して石で打ち殺さなければならない。これはその女が町のうちにおりながら叫ばなかったからであり、またその男は隣人の妻を恥ずかしめたからである。あなたはこうしてあなた方のうちから悪を除き去らなければならない。しかし男が人と婚約した女に野で会い、その女を捕らえてこれを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。その女には何もしてはならない。女には死にあたる罪がない。人がその隣人に立ち向かって、それを殺したと同じ事件だからである。これは男が野で女に会ったので、人と婚約したその女が叫んだけれども、救うものがなかったのである。まだ人と婚約しない処女である女に男が会い、これを捕らえて犯し、二人が見つけられたならば、女を犯した男は女の父に銀50シケルを与えて、女を自分の妻としなければならない。彼はその女を恥ずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。誰も父の妻をめとってはならない。父の妻と寝てはならない。すべて去勢した男子は、主の回収に加わってはならない。私生児は、主の回収に加わってはならない。その子孫は、十代までも、主の回収に加わってはならない。アンモン人とモアブ人は、主の回収に加わってはならない。彼らの子孫は、
10代までもいつまでも主の改修に加わってはならない。これはあなた方がエジプトから出てきたときに、彼らがパンと水を携えてあなた方を道に迎えず、アラムナハライムのペトルからベオルの子バラムを雇ってあなたを呪わせようとしたからである。しかしあなたの神主はバラムの言うことを聞こうともせず、あなたの神主はあなたのためにその呪いを変えて祝福とされた。あなたの神主があなたを愛されたからである。あなたは一生いつまでも彼らのために平安をも幸福をも求めてはならない。あなたはエドム人を憎んではならない。彼はあなたの兄弟だからである。またエジプト人を憎んではならない。あなたはかつてその国の起立者であったからである。そして彼らが産んだ子供は三代目には主の改修に加わることができる。敵を攻めるために出て陣営におるときは、すべての汚れたものを避けなければならない。あなた方のうちに夜の思いがけないことによって身の汚れた人があるならば、陣営の外に出なければならない。陣営のうちに入ってはならない。しかし夕方になって水で身を洗い、日が没して後陣営のうちに入ることができる。あなたはまた陣営の外に一つのところを設けておいて用を足すとき、そこに出ていかなければならない。また武器とともに鍬を備え、外に出てかがむとき、それを持って土を掘り、向きを変えて出たものを覆わなければならない。あなたの神主があなたを救い、敵をあなたに渡そうと陣営の中を歩まれるからである。ゆえに陣営は聖なるところとして保たなければならない。主があなたのうちに汚いもののあるのを見て離れ去られることのないためである。主人を避けてあなたのところに逃げてきた奴隷をその主人に渡してはならない。そのものをあなた方のうちにあなたと共におらせ、町の一つのうち彼が好んで選ぶ場所に住ませなければならない。彼を虐待してはならない。イスラエルの女子は神殿娼婦となってはならない。またイスラエルの男子は神殿男娼となってはならない。娼婦の得た値または男娼の値をあなたの神主の家に携えていって、どんな誓願にも用いてはならない。これは共にあなたの神主の憎まれるものだからである。兄弟に利息を取って貸してはならない。金銭の利息、食物の利息などすべて貸して利息のつくものの利息を取ってはならない。外国人には利息を取って貸してもよい。ただ兄弟には利息を取って貸してはならない。これはあなたが入って取る地であなたの神主がすべてあなたのすることに祝福を与えられるためである。あなたの神主に誓願をかけるとき、それを果たすことを怠ってはならない。あなたの神主は必ずそれをあなたに求められるからである。それを怠るときは罪を得るであろう。しかしあなたが誓願をかけないならば罪を得ることはない。あなたが口で言ったことは守って行わなければならない。あなたが口で約束したことはあなたの神主にあなたが自発的に誓願したのだからである。あなたが隣人のブドウ畑に入るとき、そのブドウを心に任せて飽きるほど食べてもよい。しかしあなたの器の中に取り入れてはならない。あなたが隣人の麦畑に入るとき、手でその穂を摘んで食べてもよい。しかしあなたの隣人の麦畑に鎌を入れてはならない。人が妻をめとって結婚した後にその女に
恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて、彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。女がその家を出て後、行って他の人に嫁ぎ、後の夫も彼女を嫌って離縁状を書き、その手に渡して家を去らせるか、または妻にめとった後の夫が死んだときは、彼女はすでに身を汚した後であるから、彼女を去らせた先の夫は、再び彼女を妻にめとることはできない。これは主の前に憎むべきことだからである。あなたの神、主が修行としてあなたに与えられる地に罪を負わせてはならない。人が新たに妻をめとったときは、戦争に出してはならない。また、何の務めもこれに負わせてはならない。その人は一年の間、束縛なく家にいて、そのめとった妻を慰めなければならない。引き薄、またはその上石を父に取ってはならない。これは命をつなぐものを父に取ることだからである。イスラエルの人々のうちの同胞の一人をかどわかして、これを奴隷のようにあしらい、またはこれを売る者を見つけたならば、そのかどわかした者を殺して、あなた方のうちから悪を除き去らなければならない。サラートにかかったときは、気をつけて、すべてレビ人たる祭司が教えることをよく守って行わなければならない。すなわち、私が彼らに命じたように、あなた方はそれを守って行わなければならない。あなた方がエジプトから出てきたとき、道であなたの神、主がミリアムにされたことを記憶しなければならない。あなたが隣人に物を貸すときは、自分でその家に入って、質物を取ってはならない。あなたは外に立っていて、借りた人が質物を外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない。もし、その人が貧しい人であるときは、あなたはその質物を留め置いて寝てはならない。その質物は日の入るまでに必ず返さなければならない。そうすれば彼は自分の上着をかけて寝ることができて、あなたを祝福するであろう。それはあなたの神、主の前にあなたの義となるであろう。貧しく乏しい雇い人は同胞であれ、またはあなたの国で町のうちに寄留している他国人であれ、それを虐待してはならない。賃金はその日のうちに払い、それを日の入るまで伸ばしてはならない。彼は貧しいもので、その心をこれにかけているからである。そうしなければ彼はあなたを主に訴えて、あなたは罪を得るであろう。父はこのゆえに殺されるべきではない。子は父のゆえに殺されるべきではない。おのおの自分の罪のゆえに殺されるべきである。気流の他国人、または孤児の裁きを曲げてはならない。やもめの着物を父に取ってはならない。あなたはかつてエジプトで奴隷であったが、あなたの神、主がそこからあなたを救い出されたことを記憶しなければならない。それで私はあなたにこのことをせよと命じるのである。あなたが畑で穀物を刈るとき、もしその一束を畑に置き忘れたならば、それを取りに引き返してはならない。それは気流の他国人と孤児とやもめに取らせなければならない。そうすればあなたの神、主はすべてあなたがすることにおいて、あなたを祝福されるであろう。あなたがオリブの実を打ち落とすときは、再びその枝を探してはならない。それを気流の他国人と、孤児とやもめに取らせなければならない。また、ブドウ畑のブドウを摘み取るときは、その残ったものを再び探してはならない。それを気流の他国人と、孤児とやもめに取らせなければならない。
あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったことを記憶しなければならない。それで私はあなたにこのことをせよと命じるのである。人と人との間に争い事があって裁きを求めてきたならば、裁き人はこれを裁いて、正しいものを正しいとし、悪いものを悪いとしなければならない。その悪いものが鞭打つべきものであるならば、裁き人は彼を伏させ、自分の前でその罪に従い、数えて彼を鞭打たせなければならない。彼を鞭打つには40を超えてはならない。もしそれを超えて、それよりも多く鞭を打つときは、あなたの兄弟はあなたの目の前で恥ずかしめられることになるであろう。脱穀をする牛に靴香をかけてはならない。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死んで、子のないときは、その死んだ者の妻は出て、他人に嫁いではならない。その夫の兄弟が彼女のところに入り、めとって妻とし、夫の兄弟としての道を彼女に尽くさなければならない。そしてその女が初めに産む男の子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名をイスラエルのうちに絶やさないようにしなければならない。しかしその人が兄弟の妻をめとるのを好まないならば、その兄弟の妻は町の門へ行って長老たちに言わなければならない。私の夫の兄弟はその兄弟の名をイスラエルのうちに残すのを拒んで、夫の兄弟としての道を尽くすことを好みません。その時町の長老たちは彼を呼び寄せて諭さなければならない。もし彼が固執して私は彼女をめとることを好みませんというならば、その兄弟の妻は長老たちの目の前で彼のそばに行き、その足の靴を脱がせ、その顔に唾して答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない者にはこのようにすべきです。そして彼の家の名は靴を脱がされた者の家とイスラエルのうちで呼ばれるであろう。二人の人が互いに争うときに、その一人の人の妻が打つ者の手から夫を救おうとして近づき、手を伸べてその人の隠しどころを捕まえるならば、その女の手を切り落とさなければならない。憐れみをかけてはならない。あなたの袋に大小二種の重り石を入れておいてはならない。あなたの家に大小二種のマスを置いてはならない。不足のない正しい重り石を持ち、また不足のない正しいマスを持たなければならない。そうすればあなたの神主が賜る地であなたは長く命を保つことができるであろう。すべてこのような不正をする者をあなたの神主が憎まれるからである。あなたがエジプトから出てきたとき、道でアマレク人があなたにしたことを記憶しなければならない。すなわち彼らは道であなたに出会い、あなたが海疲れているとき後ろについてきていたすべての弱っている者を攻め撃った。このように彼らは神を恐れなかった。それであなたの神、主が修行として賜る地で、あなたの神、主があなたの周囲のすべての敵を征服して、あなたに安息を与えられるとき、あなたはアマレクの名を天の下から消し去らなければならない。このことを忘れてはならない。